福島県石川郡浅川町にあった戦国時代の城。浅川町の中心市街地から北東方向に約1キロメートルの城山と呼ばれる山に位置し、青葉城の画名で知られている。青葉山城、城山間、八万間とも言う。城山は海抜約4 0 7メートル飛行約1 0 0ルで休憩者を成しており、 日本城角体系は、中世初期からほとんど進歩した様子が見られない縄張りと評価し、その理由を、傾斜が急であるため複雑な縄張り合い垣のような、ものは必要としなかったのではないかと推測している。山頂部の主角を中心とした山城部分と、南側山麓に位置する巨漢部分とで構成される典型的な根、ね、小屋式山城であり、城山の中腹部には、 ね宿の字が残る。公平年間に石川有光の一族によって築かれたという説がある。ものの、実際の築城の経緯はつまびらかでない。いずれにせよ、現存する意向と資料の両面から、戦国時代末期には城が存在したこと、そして浅川氏が城主であったことは確かである。浅川氏については、甲斐、現時の浅利氏に結びつける系図があるが、 資料上は確認できない。戦国時代末期の浅川山と守る、次郎左衛門不死については、浅川村頃を描き、長泉で偉た連書各所者などにより石川氏と近親関係にあったと認められる。しかし山と守る以前については不明であり、浅川氏が通じとして、石川氏の光ではなく、順を用いていることや浅利氏の伝承があることを考慮すると、 元来石川市とは別族であったところへ、山と守るが石川市から入り死した可能性もある。浅川城は交通の要衝に位置しており、戦国時代末期には佐竹氏の北進に伴い度重なる攻防戦が繰り広げられた。天正18年の奥州市沖によって浅川市は所領を失い、浅川城を退去することとなった。その後、浅川市は、 仙台藩の角田漁師となった石川氏の重臣として、江戸時代を通じ存続した。第三代、角田市長、浅川住多田は、浅川氏の子孫。現代においては、城山公園として整備されており、毎年8月16日に行われる花火大会では、城山から、チライカと称する花火が打ち上げられる。ありがとうございます。